けたら嬉しいんですけど、噛まれるのがちょっと。お化けみたいな声してるわ。出た方がいいと思いますけど。一番気になったのは6番さん。そのメモいらないんですよ、今はね。ありがとうございます。まさかの白でしたわ。強人に寄らない、うん。でも、あの喋り方って、もう強人だよね。うん。人間の喋り方も最後のチャレンジは。おい、新村で釣れたのでけえな。はい、それでは皆さんで、気持ちを切り替えて楽しくやっていきましょう。それではいきます。よーい、スタート。おい、ね、お前じゃないかい。私ちょっとさっき喋りすぎだから切った方がいいと思うっていうのが、もう それダメです。おるならおる、わかります。嵐じゃないのに。あ、わかります。めんどくさ、6番。役職を終えるんだ。俺6番と人狼だったらもう味は選択しない場合、自爆するわ。あなたの役職は強信者です。3番。はい、お願いします。3番マシマックです。村人ジェンガーでした。役職シュートは特にございません。潜伏するなら占い師が2人出たらもう潜伏する。はい、村人ジェンガーでした。よろしくお願いします。5番。はい、おはようございます。村人陣営でした。使用特にございません。6番。占い師でした。3番がランダムで白って出ました。3番がランダムで白。手前の人の意見に入れていくと、4番さんはちゃんと自分の自分を話せてきたかなと思うんですけど、まだだからちょっと白だと思うとかはまだ決めてないですけど、噛まれるのがちょっと、お化けみたいな声してるわ。出た方がいいと思いますけど。私は色見てもらいたいんで、ね、7番。お化けのプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。7番のあつ森です。一番気になったのは6番さん、あなたです。あなたね、そのメモいらないんですよ、今はね。ありがとうございますですけど。6番さん、真の占い師だったら村を引っ張っていくぞっていうのをね、意識持ってください。パッション出してください。霊能者出してほしいんですよ、じゃなく、霊能者は出てほしいですってね、ちゃんと決め打ちしてほしいです。かわいそう。はい、お前だから離婚すんだよ、お前。正直怪しい。はい、8番、用意スタートです。村人陣営で特に使用等はございません。あつ森が珍しく凝ったのはちょっと初めて見ますかね。ちょっと僕もちょっとビビってますかね。はい。ということで、皆さん明るく行きましょう。はい、おはようございます。村人陣営でした。平野村ですね。6番さん死んでいいと思いますよ。で、潜伏占いに関してはもう偽で僕は追います。はっきり言って。嫌いなんですよ、潜伏占い。なので、潜伏占いしてきた占い師っていうのは、ちょっと新目では見れないかなっていう感じですね。グレーが多すぎてもう、わかんない。でも7番さんが6番さんのことを叩いてたのは、あれですかね。もしかしてですよ。もう仮の話ですよ。前の奥さんにちょっと似てんのかなっていうのが、ちょっと、ありましたけどね。その、ちょっとあまり言いにくいですけど、この場で。ちょっとあんのかなと思って、イラッてしてんのかなっていうのが。前奥さんのちょっと、あれがあんのかなと思って、西部ちゃんと考察を落としますね。3番。のプレイヤーが発言します。ちょっとちょっと、ここで笑いを持ってこないでくださいよ、2番。じゃあ平和村だね。4番黒いと思ってんだよね。言いたいんだけど、8番さん4、5人狼と言ったのかな、さっき。でその位置だったらグレー位置上げてもいいところですよね。え、なんか怪しいところと思ったけど、今のところ対抗がいないから信用値する霊能で、ね、まず7番っていうのは俺は白いと思ってるよ。マックス強人だと思ってる。6番っていう占い師に噛みついてるからね。これは占われてもいいっていう行動に取られるから、強人なのかなとも思ってしまったし、7番黒いんだよな。今日釣り位置なんだけども、2番は外します。2番は。ただ、2番を6番さんは占ってほしい。エンドポジ、狼あり得るから。強人はないと思ってる、2番っていうの。強人だったら絶対出てくると思う。うん、6番しか占い師。4番多分上手いから、俺のこと読み取ると思うんだよね。あり得ると思ってる、俺は。俺ね、はい、4、人狼で置いてる。平和村めっちゃ嬉しいですけど、その、対抗出てきたなって思う。さすがにこの状況に対抗出たら自分は、この人は、死ぬで教授なのか。騎士は私のこと守ってください。ってなったら8番さん噛まれちゃうの？わかんないけど。で、そうですね、クリーから。まず一番印象に残ったのは4番と5番がバチバチにやってるなって。で5番は4に行くって、9番のことで援護してる風に僕は思ってしまいました。
号泣でつながってるのではないかなと。で、号泣老老の2が強とか、まあ3が強っていう面もあるんですけどね。で、4が老だった場合、誰とつながるか。うん、誰とでもつながるな。僕は9でいいと思いますけどね。いやね、これね、僕が最初言ったこと覚えてますか？ 4 号人老だったら怖いよねって。全然あり得ると思う、俺。俺さ、4番がさ、2番占ってよって言ったのってさ、俺人老ムーブだと思うんだよ。逆にさ、6番これ4番占ってよ。で、2番も残しとくか。2番ね、あって教授だと思う、ジョーダン君。うわあって教授、うん、間違えたバレとるで、ね、で9番の俺叩きって正当だと思うのよ。だって俺霊能使用してないし、確かにあんまり村とは関係ない発言してた。うまいね。逆に5番いって色みたいかなって思う。うん、見てより出たでしょ、出たでしょ、こうやって裏面使用9しろこの場面で出るわけないから。普通5番いこう、みんな今日俺に主導権逃げ出して9しろ、うん、5番いこう。5番が騎士ってことないじゃん。これで騎士がどこにいるかもバレないし、いいよねこれ。相当ムラリあるよね。以上です。いや4号で終わり。いや俺が圧かけたじゃん、絶対見ないっつって。まあ普通の進行にするのは21陣形だから普通にグレー詰めですけどね。5って俺擁護して方針書いいなと思ってたらそういうことなんですか。5って9しろ結果出てるからそういうことを言ってたって精査もできるし、伏線巻いてっていう発言でも見えるしね。ってなると普通にグレーが普通に2番3あたりの発言臭いなって思ってますけどね。潜伏は絶対追わないよって言ってる。2視点の場合ってただの平和の話しか見えんはずだから、その時点で潜伏のんぬって発言が出ること自体がおかしいと思ってますね。まあ、5番さんが出る前までは2番さんローもあるのかなと思ってました。まあ単純に4人ローローあんのかなと。盤面的に2番さんは使用しづらい状況だったと思うんで、そういう状況5番さんは作ってたんで、2番さんローはあると思ってます僕は。いやおかしいおかしい、すごくおかしいこと言ってる1番、うん、9番も、うん、普通に今日5釣りでしょ。おかしいでしょ、潜伏する意味がないんだもん。だって急に出てきたし、もう号泣でしか見れないけどねこれね。なんで俺なのって感じ。なら人外だったら俺出るし、占いで俺じゃないからもう出ないでくれって言ってるわけじゃん。で結果出たわけじゃん。で9がもう俺に行くんでしょ。号泣あるでしょこれ。普通に考えて俺占いだったらもう5行くよ。俺もう潜伏大っ嫌いだから、死んでも無理、行く、俺は行く。潜伏占いが成功する理由として3人出た時に死んでみたい。二人だったら全然意味ないと思うよ。人狼にしか見えない、5番が。5番が人狼で9も人狼なんじゃないのって思うけどね。4番は怪しいとは思わないけどな、俺。号泣ラインで見てますよ、僕は。まあ、狂人なんかどこを追ったってわかんないんだから。占い師が占っても。簡単なんじゃないですか？今日5番の色見た方がいいんじゃない？霊能で。匂いさん。ね。全プレイヤーの発言が終了しました。ちなぁ私は当て人ですよ。占いしねえ。怒りますよ。新名が高いのはマジで5番だよ。うん。多分俺ね、こっちで、こっちが人狼なんじゃないかなって俺思うんだよね。うん。カモン。シェやばい。号泣1用なって。号泣1用。追放されるプレイヤーは、やべえ。号泣1用。してください。あそうっすね。僕のせいで村負けがえげつないほど上がってしまったっていうのは、申し訳ない。申し訳ないね。でも2番の狂人って今ので助だと思う。3、4、4の場合のみ、潜伏占い、真を追うっていう発言で、自分が出ないことによって3、4、4盤面ができないことが分かっていたからこそ、あの発言ができたっていうことに考察ができることが2番の狂人助だと思っていて、6、4、ローローかなってずーっと思ってたんだけど、4番が助けるんだって思って、からちょっとブレたかな。だから6ローに今日までは透けた。もう一陣街はどこだか分かんない。ごめん。夜が更けました。人狼に気をつけてください。おい。おいおいおい。新村で釣れたのはでけえな。夜が明けました。昨夜は誰も知りませんでした。八冠なんか。発言ターンに入ります。はい、8番尿意スタートです。5番さんは、まさかの白でしたわ。狂人、うん、でも、あの喋り方って、もう狂人だよね。うん。もう、人間の喋り方も最後のチャレンジは。もう俺ね、これは思考ロックさせてほしいわ。うん。6番結果は？そうそうそう、結果教えて。4白？ 4 白？マジ？マジか。あでも岸さんグッジョブです。現状5は強靭で置いたとして4番が白だったってことは
ジョーダンくんじゃないかこれはもしかして。なんでだよ。やまさかの。ちゃんとやってる村なのかどうかって疑問なんですけど、この新進気進行してるってことですよね、これって。初週から。どういう審議で持ってこう投票してるんですか、皆さんって。6はまだいいですよ、対抗だからね。あちらさん、霊能なんだから、なんでこうするんですか。こうが死んだったら終わりなんですけど、俺白結果しか出てないんだからね。普通に合投票を初日化する人って人外しかないと思ってますけどね。ありえんと思ってますけどね。皆さんにとっては旋風が大嫌いだからありえないからってこうするんでしょ。人外多いな。なんでこう人外多すぎ。どうやって審議をつけたの。かつ6番さんってなんで4を占ってるの。4って6視点占い値じゃないでしょ。6視点って5が2世が透けているんだったら俺でしょ。むちゃくちゃだと思ってますけどね。 100%6 釣りますよ。こんなんありえんと思ってます。進行が9番1番って何を言ってんの。5強でしょ。どう考えても偽でしょ。何を芯を追ってんの。91そこのラインやばいよ。あなたたちやばい。言ってることが1番さん9番さんうんげー怪しくなったな今日。 6 俺決め打っちゃっていいんじゃない。芯で決め打っちゃってるけどね。もう91がもう黒すぎて一陣外連れてると思うよ。もう今日9行きたいんだけど91で終わんじゃないこれ。うん3番出現します。5番さん、自分も狂人を気してます。あそこで潜伏する理由っていうのを言えなかったっちゃ言えなかっただろうけど、だったら、もっと早く言ってもよかったのかなって、8番さんの位置で言ってたし、うん、ね、遺言からその潜伏した理由っていうのも、新要素が全く拾いきれなかったから、あ、そう、うん、狂人を気かなと思ってます。でも、ちょっと怖いのが、うん、これで6番も黒だった場合のことを考えると、怖い。で、2番さんは91でいいんじゃないかって言ってたけど、うん、俺は1番さんの方に便乗っていうか、同調して、6?を釣って、うん、でその後グレーの中の戦いだと思います。あーでもそう6番さんを釣っちゃうと今度6の白先の俺が疑われるってこと。そんなことある。いやちょっとねここはね濁せない。間違いない6番だな、うん、6位でグレーで殴り合いましょうよみんなで。6行くぜ。はい発言します。今日絶対6行きますよ。6で2番黒いと思ってますけど1番も俺は黒いと思ってるよ正直。ただ今日の発言で6行けるんだと思ったけどね。1番っていうのは 2-4 繋いできたんだよ昨日の時点で。びっくりしたけどね俺は。6番っていう占い師1人しかいない時点で2番占いって言ってんの。そこどうかなと思ったけどね。1番っていうのはまあ圧倒的に黒いのは2番だけどね。まずなんで5番行ったの。9番もその通りだと思う。9番が言ってた通り5番の芯を切れるやつすごいなと思うけどな。5番っていうのはそもそも透けてたと思うんだけどな俺は。初日役の話もしてるし。完全犯罪やなお前4番。完全犯罪4番。俺もう4人しか見えない人狼が。とりあえず6行って今日は6行きます。待ってここで占いかも。やばいよそれ。占い釣り切るってこと。私1周目に出てあの状況でずっとさ私1人だったのにさそれで後から出た5番を新目で怖いけみんな。で何私が狂人か人狼ってこと。普通にありえないから。いやなんで普通におかしくない。それに持ってってる1番と9番と4番は白出ちゃったから4番狂人。あーそっか5番が白出たから5番が狂人なのか。危ねえ危ない。ああああああどっちが人狼か分かんないけどさ。ああ普通に私のこと信じてくれてたらあなた人狼になるよ。やばいのか人狼かなさんの。僕もう6以外飲めません。6が芯だったとしても安定釣りです。もう5に関しては芯か強しかないんですよね。で僕正直に言うと64ローローで見てたんです4番さんの発言って何のかなって。64ローローの912に強がいるのかなと思ってます。正解正解68。まあここは6入れとくか狂人でも。私が悪人ですって、うん、あくまでも村人を演じる。きついな。投票が終了しました。最悪マジでもうしょうがないですね。はい夜が更けました。昨夜は1名の方が亡くなりました、うんはい、初日に豪邸をかけた時点でもはや情報が一切ないのでただ雰囲気の殴り合いになるんですね。2番さんもおかしい。圧倒的にね5に投票なんてありえんすよ。3番さんもそうです。6が怖いって何を2周目言ってるんですか。あなた自身が5に投票してるんでしょ。7番さんもそうですよ。まあ、現状2番さん行こうと思ってますけどね。てかどう勝つんですかこれって。どこに陣がいるって分かってるんですか皆さん。分かってます。1番黒いのが2番で時点で3番ってとこです。
自分の思考回路、そうですね、6番死んだと思ってます。あ、6番5番が死んだと思ってます。まあ今日2番さん入れますけど割ると思うけどな。もう何この91は本当に嫌なんだけど、だから俺が人外だったら占い出てるわ、絶対出るもん。もう潜伏が大っ嫌いなんだよ。乗っ取りがあるじゃん。で、5の9囲いでしょ？で、1が便乗じゃん、9の。1、9、ロー、ロー、5、強で終わりやん、こんなん。なんで俺ばっか行くの？初日から。91は。理由がないじゃん。もう、格黒、91。僕は91で終わると思ってる。もう目線がぐちゃぐちゃだよ。だからもう嫌なんだよ。行きたかったけどね、俺。シーン行きたかったよ、6で。もう91以外もう飲めない。うん。今日9行って、1か。まあ、1の方が怪しいからな、お前。1行って、で、明日9釣れば、勝ちよ。村の皆さん勝ちましょうよ、もう嫌だよ。3番。もう、勝たしてよ、人狼陣営で。一番さんさ、なんか2、3も怪しいとか言って、俺のことをさ、5、1にあげたでしょ。もう俺今夜噛まれるの覚悟で言うけど、俺騎士ね。あの、1日目は8番さん守った。で、2日目はもう敵と連続守りできないから、その子の守りじゃ言わない。言わない方がいいってこれ。絶対言っちゃダメ。最高出てきたところでだから。だから俺省いて考えてね、1番さん。絶対言っちゃダメそれ。そう考えると、俺って、ね、ごめんね、俺多分ね、5番強靭の6番が、5番強靭で6番が人狼だったらどっちも人外じゃん。じゃあ本当の占い師どこ行った？あ、じゃあやっぱ5番死んだった？バカだじゃあ待って、5番は待って、どうでもいいや。6番さんは俺ね、人狼だと思ってる。だから6、7か6、1かだと思ってる。うん、なんかね、9番の話を聞くと5番が真に思えてきちゃった。やっぱり一番最初のね、このターンの囲ってるだろ聞くと。俺ね、2番さんは91って言ってたけど、俺ね今日7番行きたいんだけど。いや7はない、4はないじゃなくて、なんかいや7もありそう、ワンちゃん。いや7もありそう、急に急に7もありそうなんだけど。うわ怖っ。プレイヤーが発言4だと思うけどな。結論から言うよ、6人狼の21どっちかだと思ってるよ俺。21やっぱ1番臭いと思うんだけど俺。まずね、6番をじゃあ死んで見れんの？ 2 番言うけど、2番さんが死ん占いだったら9占いじゃね。どう考えても突発的に出た5番がいて対抗で9白打ってすぐ9番占いだよね。なんで6番っていうのは俺占ってんのって話になるじゃん。これ死占いって取れる。逆に1番っていうのはなんでさ、3番と7番で比べて7番の方が白っぽくなってんの？1番って2の次に3かなって、それ昨日も言ってたよね。7はまだなんか村っぽいみたいな発言して、価値観なんだよ なんなのそれ。もう価値観なんだよ、1釣れたら4人狼。1番っていうのは7番の強靭が見えるんじゃないの？俺7番強靭だと思うんだけど。あ、うまい。やっぱ初日の6殴りからこれでしっくりくると思うんだけどな、うん、俺、うん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 、6人狼の1にどっちか相方の7強靭だと思うんだけどな。いや、うまいね、うまいね。1釣れ1人狼や。どうですか9番さん3番さん。今日2番いく。はい、よろしくお願いします。2番いくっつった。はい、発言していきます。6に関してはもうロー確定で、僕はもう言ってきます。で、3番さんの騎士に対抗はいませんか？3番さんの騎士に対抗いないですね。で、3番さんはもう村ですね。で、僕ちゃんと言ったんですけど、6、4、ロー、ローで追ってたんですよ。で、9、1、2に強。ただ4番さんの発言を聞いて6、1、ロー、ローの2強かなって考えてます。間違っとんかな。正直、一応どちらかがローと思ってます。はい、内番さんに関しては僕に村っぽいって言って盤面見えてるのってね、1周目か2周目、まあ、もちろんね信用してくれるのはありがたいですけど。で、4番さんに言っときます。私は強靭ではありません。はい、俺強靭うまっ。何の役職もない村人だ。ただ農民です。だから僕を今日で終わんといてください。1いけ。なので僕現状1に行くわ。はい、ナイスー。はい、ナイスー。その疑いにはどんな根拠がある？また勝っちゃったよ。7番。なんで白角の2人が僕に入れるんですか？それは意味が分かりません。まあ、グレーにいるのは当然かもしれないですけど、僕を釣らないでください。僕は村なんで。入れた人は先般ですからね。名は足りますか？わかんねえな俺。もうごっちゃごちゃやな。俺ゴーシンに見るってないんだけど、考えが切れてないね。6死んだね。発言とかもうごっちゃごちゃだけど、盤面で言ったら5はもう強だよ。1級にどっちかにいると思うよ俺。どっちかっていうか、もうどっちもよ。いや、もうわかんない、もうはっきり言って。
今日は1位行きたいけどな。だから俺が人狼だったら出るから占いで。はい、そうですね。まず27が僕に投票してます。はい、この事実ね、うん、4じゃないの？4じゃないの？何言えばいいんだろう。今わかんないです。もう7も言ってることわかんないんで。でまず、この、役職5、6、8がいない状況を作ったのは5投票した人ですよね。僕2投票してるんですよ。5を殺した人じゃないですか普通。わかるかな。全プレイヤーの発言が終了しました。いやです。7、4が人狼だ。だったら負けちゃう。7番。おーっしゃ、おっしゃ、よし。僕にとって3と9。相変わらずだね。まあマッシュマックさん、あなた先般ですよ。9番さんも狩人も出して4番やろ普通。村の人は勝ちたい対1、4、どちらにでもいいから投票してください。3番さん死ぬ。夜が更けました。 PP って知ってる？4番うめえ。4番うめえ。昨夜は1名の方が亡くなりました。3、4番。はい、狂人です。私ご主人様塩でお願いします。チャットで2番狂人。え、これ負けた？1人狼2狂人。マジで？え、4じゃないの？負けた？マジ4じゃないの？7狂人だと思ってたわ。2狂人の1狼か。え、1？ 嘘。あーだる。え、じゃあ1番さんいきます。え、だって人狼が狂人しようないもんな。うん、1番いきます。1番だったの？2番さん本当に狂人？俺狂人じゃないよ。え、じゃあ1か、1いきます。嘘。9番。最終盤面まではこれだと思ってますね。そうですね、現状7のローが確定してる。14ローローだったらゲームが終わってる。21ないし24もないことからで、7がロー確定してるから7のと分かってないのかと思ってて、72が1に行っているから1は普通に終了でしょう、あの盤面ね。で、4が普通に村を使用するんだったら2が普通に、人狼が狂人使用する。4だろ。いや4だよ。4だから2行きますけど、自分は分かんないです。結局2に入れますね。はい、まあ9番さん言ってくれたんですけど、今日は2番さんです。72ローローもあるんですけど、62ローロー5狂人もあるんで、まあ7は分かんないですよ。4番さん2ですよ今日。村陣営なら2ですよ。ご覧の皆さんおはようございます。え、これ1番人狼じゃない、4番人狼だよね。普通に5番死んだからね。これ僕が狂人、あの分かってたで圧かけた占い師に。4番さんね狂人でしょって言って、6番さんに占いさせてみたいな言ったでしょ。それで拾えたんだよね4番人狼を。4番人狼でしょこれ。あの言って、俺分かんない。1が人狼だと俺1に入れちゃうよ。負けちゃう。1じゃないよねこれ。4だよね。4人狼だよね。俺1に入れるよマジで。だからマッシュマックさん合ってたよ。あ、9番でいい。9番に行こう。人狼9番に行って、俺9に入れる。お願い。全プレイヤーの発言が噛めるからいいんだよ。何言ってんだよ。夜噛めるじゃん。俺を悪者扱いすんな。いやー、よかった。4番人狼でよかった。PP だな。まあ、俺目線 PP って分かってたけど。俺釣りでもよかったの、ああいう時って。ちょっと僕分かんないんだけど。そっか、噛めるから勝ちなのか。ごめんなさい。狂人でした。狂人潜伏。ありがとうございました。で、4番さんの人狼は初日に透けてました。ごめんなさい、村の皆さん、嘘ついて。全プレイヤーの発言が終了。何言ってんだよ。俺を悪者扱いすんな。いやー、面白いね、人狼は。狂人が一番面白い。本当に。何やってんだよ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。くそ悔しい、めっちゃ悔しい。これもう俺も4番はどこが狂人だと思ってたの。俺やっぱ2番。2番なんて、なんて言うと2番勝つと思って出たんだけどな。2番ちょっとしてたのちょっと。え、僕の視点合ってますよね。いや、7番は9号のラインまではめちゃくちゃ冴えてるなって本気で思ったけど、そこでローローって追ってきて、うん、あーダメだって思った。え、その後に5を芯に置いて64ローローの912の中に狂人がいるっていう発言をしたんですよ。7番めちゃくちゃやばかったよ。64でローローで追ってたよちゃんと。いや、だったら俺釣らないでよ。俺天の声で、あつ森いいぞいいぞ、いや違うってなったもん俺。もう2番さんの圧力で出にくくなったんですよ。なんで7番さんはさ、すごい6番のこと殴るの。いや、なんか重たいっす。似てる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 から。いや、全く似てないっす。
なんかずっしりくるんですよね。ありがとうございました。またよろしくお願いします。発言終わってたんだ。ジョナ君ありがとうね。またお願いします。おやすみ。いやー面白いなー、いやー面白いなー、めちゃめちゃにしたい村人を